大大大好きな、もう何度買ってきたかわからないアイハーブでの購入品を紹介していこうと思います。リピートのアイテムだったりとか、初めましてのアイテムもろもろあります。そして、概要欄の方にクーポンコードもありますので、ぜひアイハーブでのアイハーブでのお買い物を楽しみたいという方は、ぜひ入力してお買い物をすることをお忘れずに。ということで、早速やっていきましょう。一つ目、じゃーん。こちらはリピート品なんですけれども、お洗濯の洗剤のキューブです。私普段液体 の洗剤使ってるんですけれども、なんかこう朝ドタバタしてて液体すら測りたくないみたいな時あるじゃないですか。私はあるんですよ。そういう時にこういうボールタイプの洗剤も一部用意しとくようにしてるんですね。こんな白い丸っこいものがあるので、これをほんと洗濯機にパーンって放り込んで、ジャブジャブ洗ってしまえば OK という代物でございます。動物実験してないよとか、いろいろ考えられて作られているものなので、ぜひ皆さんにもね、お披露目お披露目おすすめしたいなと思って、はい、出してまいりました。そしてデレーン、こちらもリピート品なんですけど、ミスターホイットニーコーヒーロースターズのコーヒーでございます。今までこちら の豆を買ってたんですね。そしたら引いてあるバージョンが売ってることにやっと気づいて、デカフェのコーヒーを今回は購入しました。これオーガニックのコーヒーで、すっごく美味しいんです。ここの、コーヒーってすごくこう好き嫌いがあるので、ちょっとお好みに合うかはちょっとわからないんですけど、私の舌はすっごくマッチする、本当にね、大好きなね、コーヒーのブランドさんなので、アイハーブでコーヒー買うっていう時は、私はいつもここのブランドを選んでます。生理前だったりとか、夜のね、夕方以降は絶対私はそのデカフェのコーヒーを選ぶようにして、睡眠を邪魔しないようにしていますので、はい、こちらは夜に美味しくいただく時に入れたいと思います。これもリピート品ですね。じゃらーん、ドライローステッド枝豆、ポリポリとしたドライ枝豆なんですけど、個包装になっているので、こんな感じで、なんかこうちょっと小腹が空いた時とかに食べるのにぴったりで、ポリポリっとした枝豆くんたちがこの中にジャカジャカと詰まってるわけですよ。枝豆って大豆なので体にもいいし、なんかこうね、しょっぱいものを欲した時に手軽に食べられて、すっごくこれは常にね、家にストックしておきたいスナックでございます。今回結構リピート品が多いな、そう考えてみると。そしてこれも大好きすぎていつも置いておきたい、ヨギティーのペパーミントです。ペパーミントティーって、こう消化不良の時とかにすごく体にいいらしくて、そういうなんかこうアロマ的作用も私は取り入れたいなと思って飲んでるんですけど、何よりもこのペパーミントティーの味がすごく好きです。食べたいもの食べすぎて、なんかこう夜ねムカムカしてるなっていう時がたまにあったりしちゃうんですけど、そういう時にこれを飲むと、本当薬飲まずともうすっきりしちゃうぐらい、きちんとこう体の中をね、綺麗にしてくれるような、なんかクリーンにしてくれるようなお茶なので、これ大好きで、もう何度も何度も何度もリピートしちゃっております。この前これね、人に出してもすごく好評でした。続いて、じゃらーん、こちらは今回初めて購入してみたのですがですね、私ね、指をこの前パン切り包丁で切って3針縫うっていう、もう朝からてんやわんやの大騒ぎなことがあったんですよ。まだちょっと若干傷跡が残ってる感じがするので、その傷を治す、早く治すクリーム欲しいなと思って、でなおかつアイハーブだったら安心してね、買えるものなのでと思って、レビューを見て今回購入したのがこちらです。これもなんかハンドクリームみたいなテクスチャーなんですけど、1日3回とかこう塗んなきゃいけないみたいなんですけど、このね、傷跡が気になるところとかに塗ると、傷跡の治りが早いんです。全然なんか匂いもほぼしないんですけど、優しい香りがする、なんか癒し系のニキビ跡とかニキビにも効果的なクリームみたいなので、ちょうどいいやと思って。しかもなんかこう傷跡って日に当てない方がいいと聞きまして、これ SPF30 なので、そのね、日焼けから守りながら傷跡をその早く綺麗に直してくれるよっていうクリームなので、ちょっとこの子はね、これに頼ってその指の傷を直していきたいと思います。そしてでれん、これはもう大好きなシンプリーオーガニックのパッセリーですね。シンプリーオーガニックのこのね、スパイスシリーズがすごく好きで、こうキッチンに並べとくのがすごく好きなんですけど、私アイハーブ購入品で多分毎回喋ってるんですけど、でもパセリ初めて購入してみました。お料理って最後にパセリ振っとけば何でもおしゃれになるのよ
という持論をかましたいと思うんですけど、だから本当に私パセリの消費量が半端じゃなくて、なので、まあ、ちょっとねごっそりとオーガニックの安心安全の美味しい、スパイスということで取り入れたいと思います。そしてここはですね、初めて購入しましたグリーンマグマ、ちょっと名前がなんかどうしたって感じなんですけれども、要はこれ青汁です。オーガニックの青汁、やっぱりこう食物繊維だったりとかビタミンとか、まあ、食べ物だけで補うのってなかなか難しいなって感じているので、あの青汁をね定期的にいろんなブランド試してみてるんですけど、アイハブのものどうだろうなと思って、初めましての商品ということでちょっと開封してみましたが、もうね直で青汁が入ってる感じ、通常の青汁とそんなに香りは変わらないんですけど、今ちょっと小さじ1ちょっと水ですごく雑に溶かしてみたんですけど、ちょっと飲んでみます。あ、美味しい、抹茶っぽい味がする。青汁って結構当たり外れがあるので、これは飲めんよみたいなものに当たるとちょっとね苦しいんですけど、これすごく美味しいです。すごい緑茶感覚で飲めるぐらいの、あのなんかライトな味わいなので、青汁初心者の方にもすごくおすすめです。例えばラーメンとか、そのホルモンバランスで月に1回絶対私食べたくなっちゃうんですけど、そういうなんかこう栄養ちょっと足りてなさそうだなっていうものをいただく前に、必ず私青汁1杯とか飲んでから食べるようにしていて、気持ち気休めになって、なんかね多分ゼロカロリーになるわけよ気持ちゼロカロリーになるし、まあ、気持ちだけじゃなくてリアルにその食物繊維だったりとかを補いながら、その炭水化物と、まあ、脂質をねこう取り入れることができるので、なんかこうねすっきり翌日すっきりする感じがするので、そういう意味でもね青汁を積極的に取り入れております。アイハブの青汁すごくこれ良さそうでした。これじゃらーん、これ海外のスーパーマーケットに行くとたびたび見つける、これのここのリップクリームが好きで、久しぶりになんかこうアイハブで見かけてテンション上がって、なんかこう私家の中そこら中にリップクリームを置いときたいんですよ。かわいい、もうカラーがねプーさんとアンパンマンですよ。あ、これこれって感じ。ほんとねバームタイプのリップクリームなので、これは気軽にぬりぬりして、しっかりと保湿していこうと思います。あと今回これね、そうそう購入したのには理由がありまして、 SPF が15のリップクリームなんですよ。これからの季節結構唇って日焼けケアするのすごく難しいんですけど、リップクリームだとすごく手軽なので、この子そうね外持ち歩き用リップクリームに認定したいと思います。そしてこれもリピート品なんですけど、キヌアのスパゲッティです。この出し方、私ゆるグルテンフリー生活をしていて、小麦粉を食生活からなるべく減らすようにしてるんですけど、これはねキヌアのスパゲッティでグルテンフリーだし、すっごくもちもちしてめちゃくちゃ美味しいので、はい、こちらはリピート品でございます。キヌアシリーズのこのねペンネもすごく美味しいんですよ。これもグルテンフリーだし、もっちもちで、まあ、もっちもち、よく言えばもちもちで、ちょっと悪く言うとちょっと粘着質って感じるぐらいのもちもち感なので、好き嫌いあるかなと思うんですけど、ちょっと生パスタっぽい感じかなと個人的には感じています。このねシリーズもすごくおすすめです。食器洗うスポンジをちょっとこう環境にいいものを使ってみたいなと思って、レビューを読んでいたら、これがすごく環境にいいというね、たわしちょっとこれ試してみたいなと思って買ってみました。ただ1枚あたりがかなり薄いので、洗いにくさはもしかしたらあるのではなかろうかという感じなんですけれども、まあ、ちょっとね環境のことを考えて、捨てる時も地球のためを思いたいなということで、ちょっとこういうものを取り入れてみようと思って、ゲットしてみたものになります。もうね食器洗いってやっぱり毎日のルーティンなので、なるべくこう環境にいいものを使いたいんですけど、私はこのメイヤーズのねディッシュソープ、食器用洗剤がすっごく好きで、もう香りがいいしナチュラルなもので、環境に優しいのに泡立ちもしっかりしてるので、ちゃんと洗えてる感あるし、もう今回はラベンダー、確か私はこれラベンダーだと思うんですけど、ラベンダー合ってる、いい香り、やっぱりこれ好きだっていう感じで、今回はいつも使っているね、あのピンクのゼラニウムかなの香りが売り切れていたので、ラベンダーにしてみたんですけど、ちょっとこれもすでに大正解な予感しかしない食器洗い用洗剤になってます。続いてこれね、私ずっと食べてみたかったんですけど、もう覗くたびに売り切れてる人気商品で、やっとゲットすることができました。プロテインも入っている、まあ、チョコレートバーみたいな感じですね。しかもグルテンフリーっていう、ちょっと開けてみます。
やだかわいい。もうね大好きこういうパッケージ最高。 20g プロテインが入っているバーになります。ノンシュガーすごいな、まあ、1本あたり230カロリーとは書いてありますね、まあ、毎日食べるにはちょっと重いのかなっていう感じなんですけど、1日ね3分の1とか半分とか気づいた時にいただこうかなって思ってますけれども、はい、こんな感じでチョコバーっぽくなってます。これ待ったかいある。あのチョコレートが好きなチョコレートの皆さん絶対これ好き。こんなタンパク質が取れながらもう完全におやつ感覚でこんなチョコレートのバーを楽しめるなんて最高ですって感じ。やったー、本当に待ってたのよ。入荷連絡をもう待って待って待ってました。ちょっとこれすごく美味しかったので、なんかリピートする商品にすでになりそうな予感ですってことが一口で分かりました。はい、そんなわけで今回ももう大好きなアイハーブでのお買い物をごっそりと紹介いたしました。今回紹介したものは概要欄に貼ってありますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。この動画を楽しんでいただいた方は高評価ボタン、ぜひチャンネル登録をお願いします。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井アミでした。